JR 西日本から新型ヤクモの試乗会に招待されました。まもなく運転開始の新型ヤクモ号、鉄道系 YouTuber さんなら一度は乗車して撮影したいですよね。そんな鉄道系 YouTuber さんに警告です。車内をいろいろ撮影しようと思って、3号車から4号車もしくは7号車から8号車へ撮影していると顔バレします。顔出ししていない YouTuber さんは新型ヤクモのデッキにはご注意ください。特に女子鉄 VTuber さんは気をつけてね。え、女子鉄マホロは？ちなみに最近の新型特急車両は結構デッキにむき出しで洗面台を設置していることが多いので、他の車両でもご注意ください。ご案内はナビゲーターの女子鉄マホロ、監修と撮影は中の人としあきでした。女子鉄マホロ。